そろそろ決着をつける時だな。ディープスロートからの最後のプレゼントだ。俺が奴の動きを止める。フォックス！誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意志で戦ってきた。スネーク、さらばだ。死を懇願したとき勝敗は決まる。分かったろ。貴様は誰も守れやしない。自分の店へな。死ね。Thank you.
変わらず目覚めは悪いようだな。リキッド、生きていたか。俺は死なん。貴様が生きている限りは。残念だったな。決起とやらは失敗だ。メタルギアを失った程度で俺は戦いを終わらせる気はない。戦い？貴様の本当の狙いは何だ？俺たちのような戦士が生かされる時を再び築き上げること。それはビッグボスの妄想だ。意志だ、親父の。冷戦の時、混沌の時、世の中が俺たちを欲した。俺たちを評価した。俺たちは必要とされた。だが今は違う。偽善と欺瞞が横行し、争いがこの世から消えていく。自分を生かす場が失われる虚しさ、時代から必要とされなくなる恐怖、お前にはよくわかるだろう。俺は新型核を利用して当面の運動資金を得る。そして世界的なテロを行い、このふやけた世の中を再び混沌の世界へと誘う。紛争が紛争を呼び、新たな憎しみを生む。そして俺たちの生態圏は拡大していく。人の支配が続く限り、世界中のどこかで紛争は起こっている。バランスが問題なんだ、親父の目指したバランスが。それだけの理由で？十分な理由だろう。俺や貴様にとっては。俺はそんなものは望まない。ああ、嘘をつけ。ではなぜ貴様はここにいる？仲間に裏切られながらも任務を投げ出さずになぜここまで来た？俺が代わりに言ってやろう。殺戮を楽しんでいるんだよ、貴様は。何を？違うとでも言うのか。貴様は俺の仲間を大勢殺したじゃないか。それはとどめを刺す時のお前の顔、実に正気に満ちていたぞ。違う！自分のうちの殺人衝動、それを否定する必要はない。俺たちはそのように作られたんだからな。作られただと？レス・エンファントス・テレブレス、恐るべき子供たち。その計画はそう呼ばれた。1970年代のことだ。最強の兵士を人為的に生産しようという計画だった。雛形として選ばれたのは、当時生きながら伝説の傭兵として名を馳せていた男。ビッグボスか。だが親父は戦場で負傷、すでに不能者だった。だから俺たちは親父の体細胞を使って作られた。前世紀のアナログクローン技術とスーパーベイビー法によって。スーパーベイビー法？細胞核を使って作られた受精卵を分割、8人のクローンベイビーを子宮に移す。その後ある時期で6つの胎児を意図的に間引き、犠牲にすることで成長能力を増大させる手法だ。俺たちはもともと八つ子だったんだよ。八つ子？そう、俺たちを作るために6人の兄弟が殺された。俺たちは生まれ落ちる前から人の死に関与していたんだ。そして俺と貴様、同じ DNA を持つ2つの受精卵が生き残った。だがそれで終わりじゃない。俺は生贄にされた。有性遺伝子だけを発現させた表現系貴様を作るために、血清遺伝子ばかりを発現させられた。貴様は兄弟の命を奪って生まれたんだ。だが残った兄弟は俺と貴様だけではないぞ。何？ゲノム兵たちだよ。彼らも親父の遺伝子を受け継いでいる。俺たちと違ってデジタルな方法で。前世紀にヒトゲノム計画が完了し、遺伝子の働きが調査された。親父の遺伝子情報のおかげで、すでにソルジャー遺伝子はキラーインスティンクトと言われるものも含めて60以上発見されている。判明したソルジャー遺伝子はその都度ジーンセラピーを経て次世代特殊部隊隊員に組み込まれる。それがゲノム兵だ。そうとも。お前がこの基地で殺してきたゲノム兵は俺たちと同じ DNA を持つ兄弟なんだよ。ゲノム兵が？ああ、親父の遺伝子配列から作為的に作り出されたいびつな生き物。彼らは同胞だ。多くの犠牲の末に生まれたという意味でも。犠牲？人体実験だ。
91年湾岸戦争。軍は極秘裏にソルジャー遺伝子を兵士に注入していたんだ。機関兵の間で問題になっているガルフ・ウォーシンドロームはこの副作用だ。バカな。ガルフ・ウォーシンドロームの原因は劣化ウラン弾の放射能や殺虫剤が原因のはずだ。みんなペンタゴンが流したカバーストーリーだ。他にも神経小説、化学兵器説、細菌兵器説、いろいろある。毒ガス探知車の導入や対サリン薬の投与も遺伝子実験を隠蔽するための策略だった。それでは機関兵の家族で起こっているガルフ王ベイビーも。そう、彼らこそ俺たちの最初の兄弟だ。それで完成したのが次世代特殊部隊。完成？バカを言うな。出来損ないだ。俺たちは滅びかけているからだ。何？左右非対称の理論という言葉を聞いたことがあるか。自然界では左右非対称が標準だ。逆に絶滅種には左右対称の兆候が見られる。ゲノム兵にも現れているんだよ、その左右対称の兆しが。それは俺にも、そして貴様にもあるはずだ。そうだ、俺たちは皆遺伝子レベルで死にかけている。いつ発病するかわからん。それを調べるためにも親父のゲノム情報が必要なのだ。ビッグボスの遺体を要求したのは同族を救うためだとでも言うのか。兄弟同士はこうなさない。それにもかかわらず助け合うのはなぜだか知っているか。同種の遺伝子を後世に伝える確率が高くなるからな。自然選択の末、血縁は互いに利他行動を取るようになった。遺伝子には血縁を助けるよう記されている。ゲノム兵を助けるのは遺伝子の命令だと。誰も遺伝子に逆らうことはできない。それは運命だ。まして俺たちは親父の遺伝子を再現するためにだけ生み出された存在だ。だから俺は自分の遺伝子に従う。そしてそれを乗り越える。呪われた運命を打ち破るために。そのためにまず貴様を殺す。後ろを見てみろ。メリル、生きているのか。どうかな。数時間前までは息をしていた。何度も貴様の名前を呼んでいた。メリル、バカな女だ。名前もない男に惚れるとはな。俺にも名前はある。ない。俺たちには過去も未来もない。あるとすれば親父から受け継いだ遺伝子に刻まれている運命が全てだ。メリルを離せ。お前との決着をつけたら俺たちにはもう時間がない。フォックス大のことか。いや、メタルギアの破壊を知ったペンタゴンはある決定を下したそうだ。もはやボンダーレポートの必要もない。詳しくは聞き耳を立てているご立派なキャンベルに聞いてみるがいい。聞こえるか大佐。ああ、聞いている。ペンタゴンは何をしようとしているんだ大佐。答えろ。国防省長官自らが作戦の指揮に乗り出した。 AWACS でそちらへ向かっている。何のために？空爆だ。何だって？それだけじゃない。先ほど B2 爆撃機が華麗な基地を離陸した。地表貫通式戦術核爆弾 B6113 を搭載してな。まさか。メタルギアは破壊した。ちゃんと国防長官に伝えろ。長官はナオミの裏切りを知ってフォックス大の効果に疑問を持った。スネークのメタルギア破壊で核攻撃を受ける恐れもなくなった今、彼は最も直接的な方法で事実の隠蔽を図るつもりなんだ。全ての証拠とそれを知る者をこの基地ごと核で吹き飛ばすつもりか。スネーク、だが心配するな。核攻撃は私が中止させる。何？たとえ形式だけであっても本作戦の指揮権は私にもある。私が爆撃中止命令を出せば命令系統が混乱し、少なくとも時間は稼げるはずだ。その間に脱出してくれ。
大佐、そんなことをすれば。いいんだ、スネーク。実は極秘裏にフォックスハウンドの内偵捜査は行われていたんだ。そしてメリルは放棄当日にこの作戦に編入された。私を脅迫する材料として。くだらん。すまなかった。メリルの命と引き換えに協力を強いられていたのだ。さあ早く逃げろ、スネーク。いいのか、全てを失うぞ。構わんさ。本当に失ってはいけないものを守ることができる。大佐。さあ爆撃中止命令を出そう。これで後戻りはできんな。何をする。スネーク。メリン、大佐はどうなった。信じられない。どうした。スネーク、大佐が。ロイ・キャンベルはたった今解任した。私は国防省長官ジム・ハウスマン。大佐を出せ。機密漏洩と国家に対する反逆罪で逮捕監禁した。バカな。そう、バカな男だ。指揮権を与えられたと本気で信じていたとはな。貴様。全てを海に沈める。大統領もそれを望んでおられるだろう。大統領命令か。大統領は忙しい。私が全責任を負っている。アメリカ国内を核攻撃してマスコミにどう説明する。心配するな。隠蔽用のカバーストーリーは用意してある。テロリストが核を暴発させたということにする。くそ、ここの研究員もゲノム兵の連中もみんな死ぬぞ。ドナルド、ダーパ局長は死んでしまった。やはりダーパ局長は殺すつもりはなかったんだな。やつは親友だった。他の連中はどうでもいいっていうのか。そうだな。光ディスクの内容を転送すれば考えてやってもいい。何のことだ。今回の演習データだ。ドナルドが持ち帰るはずだった。持っていない。そうか、まあいい。貴様ら二人は70年代のチブだ。誰もが蒸し返したくない暗部だ。このまま生かしておくわけにはいかない。爆撃までの時間、せいぜい仲良くな。旧体政府の亡霊たち。お互い脱出路は断たれたようだな。空爆の前に決着をつけよう。貴様は俺から何もかも奪った。貴様を、貴様の遺伝子をここで否定することで俺はその全てを取り返してみせる。お前との決着には美しい生贄だ。見えるか、これは俺たちの決着を刻む砂時計だ。この女を死へ誘うと同時にこの核モジュールも吹き飛ぶ仕組みになっている。貴様が勝てば女は助かるかもしれない。空爆までのひとときを女と愛し合うこともできる。このラインを越えるとここから落下する。この高さだ、ひとたまりもない。爆発するぞ。
もう時間がないぞ。どうしたスネーク。大丈夫か。大丈夫かしか言えないの。メリル、辛い思いをさせた。いいえ、辛くはなかったわ。やつらの拷問に私屈しなかった。拷問？それ以上のひどいことも。私も戦ってたの、あなたと同じように。強くなったな。戦うことであなたに近づけた感じがする。あなたの存在を身近に感じたわ。だから耐えられた。けど怖かった。そう、謝らないで。でもおかげで気づくことができたわ。恐怖と恥辱の中、一つだけ確かな気持ちがあったの。それにすがることができたから耐えられた。あの間願ったことは一つだけ。スネーク、あなたに会いたかった。メリル。無線だ。スネーク、僕だよ。オタコン、いいニュースだ。メリルは無事だ。よかった。そうか、無事だったんだ。やったじゃないか。悪いニュースもある。もうすぐ空爆が始まる。そうか、やっぱり僕たちは見捨てられたんだ。ここから脱出できるか。脱出？ああ、できる。そこから地上への搬出用道路がある。スネークたちがいるその隣に駐車場があるんだ。そこから地上へつながっている。正面の扉か。いや、正面扉の西に小さな出入り口がある。セキュリティは大丈夫なのか。たった今解除したところさ。ここ誰だと思ってるんだい。脱出路の方もこれからかかる。お前はどうする。僕はここに残る。脱出路を確保するにはもう少し時間が必要なんだ。しかし脱出路の解除はかなり厄介なんだ。僕にしかできない。オタコン、心配はいらないよ。僕はここに残る。自分の意思で決めたことだ。地下基地といえども地表を貫通する核爆弾だ。容赦ないぞ。もう過去を食いる生き方はやめたんだ。人生は失うばかりじゃない。スネーク、僕は以前より充実してる。生きる目的ができたんだ。わかった。死ぬなよ。それはお互い様。メリルと仲良くな。ああ。じゃ、切るよ。必ず脱出路を何とかするから。ありがとう。ありがとう。いいもんだな。
信じてるぞ。ああ、ありがとうスネーク。さあ脱出するぞ。彼は？オタコはどこに？奴は今戦っている。今までの自分とこれからの自分のために、そして私たちのために。そうだ、奴の勇気を無駄にはしない。わかったわ。始まったぞ。重いでしょ。私どうも俺たちにラブシーンは似合わんようだ。そうね、お互い様。さあ急ごう。スネーク、外は寒いわ。服を着た方がいい。俺のスニーキングスーツだ。早くして。その方が素敵よスネーク。早く。運転は任せといて。しまった、監視カメラ。キーがないわ。やったわ、キーがついてる。スネーク、いいわ、乗って。スネーク、捕まって。Good.
ええ、まだ生きてるわ。動けるか、メリル。動けないわ。リキッドはどうなった？私からも見えないわ。リキッドが死んだ。しまった、スネーク。奴が死んだということは。言わないで、スネーク。空爆はどうなったんだ？ステルスの影も見えない。スネーク、聞こえるか？大佐。無事だったか。大佐、どうして？国防省長官はたった今逮捕された。退任だ。逮捕？大統領と連絡が取れた。メタルギア、新型核弾頭の開発、今回の演習、すべて国防省長官の独断で行われた。これが独断？空爆や核の投下はどうなった？攻撃命令は解除。 F-117 も B-2 スピリットも基地に帰還した。再び作戦指令の権限は私に戻った。なるほど。ワシントンは秘密を守るために核を使用するほど愚かではない。怪しいものだ。まあ、とにかく危機は去った。ありがとう大佐。メリルは無事だ。安心してくれ。そうか、はあ、ありがとうスネーク。ありがとうスネーク。君にはいろいろ隠し事をしてすまなかった。大佐、いいんだスネーク。私は大佐ではない。そうだったな。君にプレゼントがある。近くにスノーモービルがある。メイリンが衛星写真で確認した。この時期氷河も落ち着いている。凍結した海を渡ればいい。 DIA や NSA の連中が君たちを無事に返すとは思えない。同感だ。もちろんのこのこ戻る気はない。君たちはジープでアラスカの海中に沈んだということにしてやる。危うく現実になりそうだったが。フォックス諸島でヘリを用意している。基地内にハル・エメリヒ博士がいるはずだ。彼の回収も頼む。わかった。そっちの方は安心しろ。ありがとうキャンベル。そっちは大丈夫なのか？お互い保険は用意している。メイリンのデータをハードコピーしている。これがある限り君も私もメイリンも大丈夫だ。ナノマシンのバッテリーも尽きる。俺たちを追跡することはできまい。もう会うこともないな。いや、そのうち遊びに行く。そうか、期待してるよ。キャンベル、一つ教えてくれ。なんだ？フォックスダイのことだ。メリルなら大丈夫だ。プログラムの対象には入っていなかったようだ。俺はどうなる？リキッドも死んだ。そのことについてなんだが、ナオミから話があるらしい。彼女は今？大丈夫だ。メイリンがついてくれている。今ナオミと変わる。スネーク、私よ。ナオミか。聞いたわ、兄のこと。ああ、そのフォック、いやフランクから伝言がある。え？俺のことは忘れて自分の人生を精一杯生きろ。兄がそんなことを。君のことを愛しているとも言っていた。ナオミ、俺や世界を救ったのは
フランクだ。奴は最後まで自分の意志で戦っていた。兄はこれで解放されたと思う。兄はすでに死んでいたの。ザンジバーランドであなたと戦ってからすでにゴーストと変わりがなかった。死に場所を求めてさまよう亡霊。ナオミ、リキッドもフォックス台で死んだ。設定はいつだ？いつウイルスが活動する？それはあなた次第。どういう意味だ？あらゆる生命には寿命がある。いつまで持つんだ？限られた時間を使うのはあなたよ。生きてね、スネーク。私からはそれだけ。人はそれぞれ生まれた時から運命づけられているわ。遺伝子の中に刻まれてね。でも人の人生はそれだけじゃない。私もようやく分かった。前にも言ったわね。私が遺伝子 DNA に関心を持ったわけ。自分は一体誰なのか、どこから来たのか知りたかったから。 DNA を解析すれば私が誰だか分かる。私の会ったことのない両親のことが分かる。自分が何者か分かれば進む道が分かるかもしれない。そう思ってた。でもそれは違う。何も分からなかった。何も見つからなかった。ゲノム兵も同じ。遺伝情報をインプットするだけでは最強の戦士を作り出すことはできない。 DNA 情報はあくまでも力や運命を秘めているということだけしか言えないわ。運命に縛られてはいけない。遺伝子に支配されてはいけない。生き方を選ぶのは私たちなのよ。スネーク、プログラムされたかどうかは問題ではないわ。重要なのはあなたが選ぶこと、そして生きること。そうでしょ、スネーク。心配はいらない。私も生きていくわ。これまで生きる理由ばかり探してた。でもこれからは生きることが私の目標なの。遺伝子の存在意義は子孫を通じて願いを未来に託すこと。生きることは未来へつながる。あらゆる生命はそうやって未来へつながっていくの。愛し合い、語り継いでいく。そして世界を変えていく。ようやく分かったの、生きることの意味が。スネーク、ありがとう。こんなものがあったけど。取っておこう、記念にな。何の記念？任務成功の？それとも私たちの出会い？新しい生き方を知ったことだ。俺は今まで自分のためだけに生きてきた。死にたくはないっていう生存本能が俺の人生の動機だった。みんなそうよ。あなただけじゃないわ。死への恐怖の中でしか生きる意味を見出せなかった。いや、俺の遺伝子にそう記されていたのかもしれない。今はどうなの？あなたの未来はどう書かれているの？人のために生きるのもいいかもしれない。人のために生きる。そうだ、君のために生きる。それが本当の生きることかもしれない。さあてスネーク、どこへ？デイビッドだ、俺の名前は。デイブ、どこへ行きましょう？そうだな、俺たちの
新しい道を見つけよう。新しい道、新しい目的。見つかる？見つかるとも、見つけるとも。あれは？カリブだ。ここではカリブは生のシンボルなんだ。ここももうすぐ春だ。私たちも生きるもの全てに春が来る。希望を持つこと。ここに住んで長いが、アラスカがこんなに美しく見えたことはない。空も海もカリブも、そして君も。素敵ね、生きるって。さあ人生を楽しもう。運命に縛られてはいけない。遺伝子に支配されてはいけない。生き方を選ぶのは私たちなのよ。重要なのはあなたが選ぶこと、そして生きること。はい、全員死亡しました。あの二人は生存しています。ベクターの方はもうすぐフォックスダイが。はい、そうです。はい、模擬核弾頭演習のデータは私が回収しました。ええ、誰も私の正体に気づいてはおりません。はい、正体を知るダーパ局長は始末しました。結局は劣勢が勝ったことになります。そうです、リギッドは最後まで自分が劣勢だと思い込んでいたようです。ええ、そうですね。世界を引き継ぐ者は劣勢でも優勢でもありません。ええ、あなたが3人目ソリダスであることも掴んでいません。あの女はどうします？はい、監視を続けます。はい、ありがとうございます、大統領。